ここピバトルで後手を踏んだ4号艇の田中克也が定団の外でそろった6名がバック側ペースはスローで進んでおりますコース取り4日間のショート決戦所目温泉マーゴの湯1周年記念競争今日は予選初日の模様をお送りしてまいりましたその対戦もさらに進んで正面上メンカードのドリーム戦第12レースを迎えております1号艇中澤和2号艇高橋功3号艇立佐久間明 四号艇田中和也、五号艇は山田哲也、六号艇金子拓也、以上六名による対戦カード、十二レースの争いです。紅白です。そしてこのレース、圧倒的に人気を集めての登場、今インに向けました。一号艇の中澤和志が最内。奥から続いてスローの二号、じゃ、二号艇の高橋。前半初戦は陰線一着独走でした。 そして定番通りの3コースこちらは強気に攻めた前半戦3号艇の佐久間が枠番通り結局4号艇の田中がスローの4コースに加わって内には1打34下げて2人がダッシュ戦です5号艇の山田が5コース6コースに6号テーの金子4対2と分かれたスタイル12ですス内から1番2番3番4番アウト5番6番です 今スタートしました、インコース、5コース、バックコース、この3点、5コース、伸ばす、即座に締めて、加工手に山田が一気にまくっていく、そのままってしまうか、握り込んで、加工手の山田哲也がまくり決めた、リーダー、5転身、6転身と1人抜けての先頭。 少々接触の状況でありますが1号艇の中澤現在2番手は一定1に先行する内側から持ち直す2号艇の高橋1周2マークの旋回スターター成長伸ばした届いた2号艇の高橋が2番手を先行する行かせて引いてさすのが1号艇の中澤前回ホームスへッチちゃったそのうち届いて5号艇の田中この辺りコンセ戦この間に2番手外から2対1に先行しまして2号艇の高橋3番手の水1号艇テロラップ状態前提が2周目に入ります2周1マークの旋回へ4号艇ロ佐久間が た4号艇の田中が握って回ってバックスイッチ入りましたアウトサイドから3番手は5停止6停止と優勢に4号艇の田中先頭は独走で一斉5艇山田2番手のポジション2号艇高橋3番手4号艇の田中3艇並び5二四となって2コーナーの旋回に入ります 先頭リーダー、5停止がガゴーテ山田がスタンドへ2番手のポジションには2号艇の高橋3番手は4号艇の田中3手並び5、2、4となって前提が最終周回ラストラップに入ります12レースドリーム戦です先頭構想リーダー6停止少し広げてガゴーテ山田が3、4、1マークの旋回体勢に入りましたセグラバック直線へ2番手追走は2号艇の高橋3番手のポジションには4号艇の田中3手並び5番、2番、4番です 4艇進行方法4番手の11号艇中澤5番手の3号艇佐久間最高方6号艇の金子ですラストターンマークの前回から前後のホーム直線コースを折り返す5号艇の山田2番手には2号艇の高橋3番手のポジションには4号艇田中とついた12レースのドリーム戦まもなく五輪です先頭5番山田五輪、二2着2番高橋五輪、四4番の田中五輪、一1番3番6番五輪。